行くぞドラゴン。俺はレッドデーモンズドラゴンで極星獣ガイムを攻撃し、アブソリュートパワーフォース、トラップ発動、極星砲ブリージング画面来た。あれが因縁のカード、見せてもらおうか、貴様がプライドをかけたカードの効果を。自分フィールドに存在するモンスター1体の攻撃力を、エンドフェーズまでフィールドに存在するモンスター1体の元々の攻撃力と同じにする。俺はレッドデーモンズドラゴンを選択。レッドデーモンズドラゴンが2体いるみたいだ。さらにこの効果でパワーアップしたガルムが相手モンスターを破壊したとき、その攻撃力分のダメージを相手に与える。何ということは、このバトルでレッドデーモンズドラゴンがやられたら、ジャックが受けるダメージは3000ポイント。これがドラガンの伏せカードだったのか。面白い、相手になってやる。